で、今日のお話はですね、塩気を取り戻すというお話なんですけども、はい、今日の御言葉は先ほども読みましたけども、これをもう一度ね読みたいと思いますが、あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。マタイの5章13節ですね。で、この、まあ、前半の部分、私たちは地の塩であると、塩気がなければっていうことですね、まあ、塩気を持ちなさいというお話なんですけども、役に立たないで外に投げ捨てられるっていうところは、あんまりこう読まない、読みたくないところではあるんですが、これ前からお見せしておりますけども、日本の、まあ、これはプロテスタントの教会の教制を、キリスト教年間をもとにグラフにしたものなんですね。で、下が教会員数で、教会員数はこの右側の数字で、左が赤いのが教会の数で、左が教会の数ですけども、これ見ていただくと分かるように、これ1946年からだから、戦後の年からですね、教会員数も教会数も順調に伸びました、はい、1990年ぐらいまでは順調に右肩上がりですっと伸びて、このままシャーッと行ってくれるかなと思ったんですけども、1990年ぐらいから横ばいになってます、はい、横ばい、まあ、教会数ちょっと伸びたところもあるんですけど、ほぼ横ばいですね。で、この辺りですね、2000年ぐらいを境にガーッとこう今度下がり始めたんですね。2010年ぐらいかな、そうです、2010年ぐらいを境にだんだん減り続けて、でここはですね、ここは統計がないんですけども、現在の統計と合わせてすると、このコロナの2020年から前にも話しましたけども、ガクッと減ったんです。で、今の現在大体教会の数は6000を割ってます。プロテスタントの教会の数が日本で6000以下になってます。そしてクリスチャンの数は、プロテスタントのクリスチャンの数はおそらく40万人よりも少ないと言われてるんですね、はい、実際に教会に行ってる人はその半分ぐらいじゃないかということです。20万人ぐらいじゃないかと言われているんですね。で、問題はこのカーブがこのまま行ったらどうなるかということです。このままこうシューッと行くとですね、50年後に日本の教会は存在してるだろうかと、50年後、50年後何人ぐらい生きてるかまあここで50年後生きてる人たちがまだクリスチャンでいれば、まだ日本の教会は残ってる、頑張れですよ、ねまあでももう、まあ、おそらくこのカーブは、まあね、今もうよっぽどなんか頑張らないと止まらない感じです。で、この状況っていうのは、ね、本当に今ゆゆしい状況だということで、まあ、今年ね、このさよならキリスト教という話をしているわけです。だから何もしなければ本当にさよならしてしまう状況にあるということを皆さん自覚しなきゃいけない、ね、教会全体の責任なので、からもういやいや私には関係ありませんという人はいないということですね、はい、みんなの責任としてこのことを受け止めなきゃいけない。で、まあ、言いましたけども、まあ、戦後ね順調に成長したんですけども、まあ、今や衰退の一途をたどっていると。で、この国からなくなろうとしているということは、先ほどのこのマタイの5章の話からしてみると、もはや何の役にも立たず外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられる状況に近づいているということです、ね、外に投げ捨てられようとしている。明治になってプロテスタントの宣教も始まり、またカトリックの宣教も再開して、日本にキリスト教をもたらされたけれども、結局日本にはキリスト教は根付かず、もう外に投げ捨てられて、踏みつけられるってのはちょっと厳しいですけども、ね、日本にキリスト教はあったんかいなということになりかねない。で、まあ、これは教会側から考えれば、
教会が宣教に失敗したというかね、福音宣教がうまくいかなかった、まあ、その結果としてこうなってしまったということでもあるんだけども、一方でですね、この国全体から考えていくと、この国も確かにキリスト教会がこう衰退していくたこの30年というのは、いわゆる失われた30年と言われているんですね。1990年から2020年は失われた30年と言われて、日本の国が、まあ、ほぼ成長しない、そして一気にこう少子高齢化に向かっていった時代ということで、つまり日本の国全体の衰退と教会の衰退は、まあ、ほぼ一致してるんですね。で、今日本が直面している問題というのは少子高齢化であったり、まあ、世界一の借金国であったりですね、まあ、あんまり私たち実感しないですけどね、でも一人当たりものすごい金額の借金を抱えていると、で格差社会もどんどん広がっているし、でやっぱり将来に対する不安がどんどん広がっているわけですね。でもそういうこの国の中で教会が役に立ってないんじゃないか、クリスチャンが、キリスト者がもっとこの国に対して役立っていたら、もしかしたらこうならなかったかもしれない、まあ、これ仮定ですけどもね。で、イエス様の言葉を借りれば、このクリスチャンは地の塩なんですね。この世に必要な存在なんです。この世になければならない存在、この世にとって不可欠な存在であるわけですけれども、それは塩が人間にとって必要などと同じようにということですね。まあ、塩は最近はどっちかっていうと悪役ですよね。塩分取りすぎないようにっていうことで、もう何かにつけて塩分取るな取るなと言われてますが、それでも塩分は 不可欠なんです。まあ、塩というのは塩化ナトリウムですけれども、このナトリウムと塩素は人間の体にとっては必須ミネラルで、これは塩以外では補給できないものだそうです。僕はちょっとこう知らなかったですけどね、塩食べなかったら死んじゃうんですよ、人間は。塩を取らなければ、まあでもいろんなものに塩が入ってるから、その塩を取らないということは起こらないけれども、基本的に塩は絶対に必要なものだと。イエス様が地の塩だと言われた時に、果たしてそういうことまでご存知だったかどうか分かりませんけれども、まあもちろんね、イエス様は全てのことをご存知ですから、塩は絶対に必要なものなんだと。しかしですね、この塩が塩気をなくすことがあると。塩が 塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられようという、これすごい分かりにくいですよね。おそらく通訳も難しいと思いますけれども、塩気のない塩なんて存在しない。塩気がない塩って存在しないじゃないですか。これはね、そういう意味なんです。塩気のない塩は存在しないんだと。塩である限りは塩気を持つんだと。そうじゃなきゃいけないんだと。だから塩気のない塩なんて本来存在しないんだと。だけども私たちクリスチャンがその役割、この世界における塩気の役割を果たさなければ、ね、それは塩気のない塩と一緒で、そして結局それはこの世界を壊してしまう、この世界を死に至らしめてしまう、それぐらいあなたたちは重要な役目を持ってるんですよとイエス様おっしゃった。クリスチャンはその社会にとって不可欠なものなんだ、必要なものなんだ。でももしそのクリスチャンが塩気を持ってなかったら、その社会はダメになるんだと。つまり今この時代のこの国の状況は、クリスチャンが、私たちが、教会がその役割を果たしてこなかった結果と言えるかもしれないと私は思ったんです。いやいや、
先生そんなねクリスチャンそんな大した影響ありませんよとか教会そんなに影響ありませんよと、でもおそらくそこなんですよね、そこなんですよ。この社会に何の影響も及ぼしてこなかった教会に問題があるんじゃないかと思うんです。例えばですよ、これまでも日本の歴史を見てきましたよね。日本のキリスト教会の歴史見てきましたけども、それこそ戦国時代だったり明治時代なんかめちゃくちゃキリスト教がこの国に影響を与えてました、ね、学問の領域で、文化の領域で、政治の領域で、さまざまな形でキリスト教は影響を与え、そして市場教育の根幹を担った、この国のまさにこの国を作ってきた明治時代、それぐらい影響があったんですね。でもそれが、まあ、あの日本の軍国主義に向かうことによってキリスト教の影響が弱まってしまい、そして日本はどんどん戦争に向かっていった。でさっきのグラフのように戦後間もなく日本がね第二次世界大戦に負けて、もう人のこの国も人の心も荒廃した時にはキリスト教はすごく影響があったんです。だから多くの人たちが教会に集まって、そして聖書を読んでキリスト教の教えによって心を救われていったんです。そういう時代があったんです。でもそれがいつの間にか影響力を持たなくなってしまった。この教会が影響力を持たなくなったこととこの国が衰えていくことは、私はそういう意味では無関係じゃないと思うんです。使用権を失ったクリスチャンとは、だからここから本当私たち自身のことを考えなきゃいけないと思うんですけども、使用権のない使用は何の役にも立たないとイエス様おっしゃったんですけど、使用権を失ったクリスチャンというのはクリスチャンであることを隠している。知られると恥ずかしい、クリスチャンのくせにと言われたくないから、できるだけ隠してる。まさにそれは使用権がない、使用権はあるけれども混ざらないわけだから、そういうクリスチャン、またクリスチャン以外の人とあんまり関わらない。クリスチャンつまり塩同士は仲良しだけど、お米に影響しない。どうもこの例え、このイエス様の話はね、どうも私の中では塩結びと結びつくんですよね。おむすび皆さん大好きでしょ、ね、塩がなかったら美味しくないですよ ね。あのわずかな塩分が米をいかにうまくするかっていう、どうもそっちと結びつくんですけど、だから塩の塊になってる、ね、まずそうですよ ね。でももし私たちがクリスチャン以外の人と関わらないとしたら、おそらくそういうことですね。でも塩は塩じゃない人に関わって初めて塩の役割がある。塩同士固まってもあんまり意味がないということですね。でもう一つやっぱクリスチャンらしく生きてない、塩らしくないというね、ちょっとなんかちょっとダジャレっぽい感じですよ。塩らしくないですね、ちょっと意味が違いますけども、塩として生きてるかどうかということが問われてる。だから結局塩じゃない人たちとはあんまり大差がないというかね、あんまり違いがないから、その塩の存在意義がないと。もしそうだとすると、結局塩に塩気がなかったら何の役にも立たず外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるって書いてある。厳しいですねイエス様ね、厳しいですね。いやいやいや、そこまで言わないでくださいって書いてある。頑張って塩やってますからって感じです、ね、いやいや本当にお前は塩気のある塩なのかと、ね、そう問われるわけですよ。これ読むとね、塩気のある塩なのかなと自分は、ね、本当にせっかくこのイエス様の弟子にしていただいたのに、その役割をちゃんと果たせていたかなということを、まあ、この御言葉は問うているわけですね。そしてそれがもしかするとね、もしもっともっとこの国において教会がクリスチャンがイエス様の弟子がこの世の人たちに影響を与えていたら、もしかしたらこの国はこんなに衰退しないで済んだかもしれない。また違う役割をこの世界でもっと果たせたと思う。今ね、日本はこの世界に対して役割を果たせてないし、何も役割を果たせてない。一番平和を求めている国なのに
日本が世界の平和のためにほとんど役に立ってない。すごい残念ですよね。もうやりたい放題戦争をやらせて、日本はただまあうちら関係ないですねみたいな。いやいやそうじゃない、もっともっと発信して発言しなきゃいけないしと思いますけども、まあまあで塩、じゃあどうやって塩気を取り戻すかって話ですよ。私たち塩気を取り戻さなきゃいけない。でクリスチャンらしく生きていくってどういうことかっていうと、それは先ほどのこの3、これマタイの福音書の5章の冒頭のとこですね。イエス様が山上の水訓、幸いな人たちはこういう人たちですと言われた後に最初に言われた言葉です。で地の塩として生きていくにはどうしたらいいかというのがこの山上の水訓なんです。5、6、7章。つまり山上の水訓というのは塩味クリスチャンの教科書なんです。自分なりにちょっといい表現だなと思ってますけど、はい、私たちが塩味を持つためにどうすればいいのかということをイエス様は教えてくださっている。本当ならまたね5、6、7全部読めばいいですけども、まあ、簡単にそれをいくつかポイントを挙げるとですね、その山上の水訓の中でイエス様が言われていることは、まず仲良くしなさいっていう、まず仲良くしなさい、お互いに、バカだとか言わないで、ね、仲良くしなさいって言われて、で会員しちゃいけないよと、ね、性的な関係をとても大切にしなさいって言われて、軽々しく誓うなって言われてね、誓うな願うなということですね。で復讐しちゃいけないって言われて、敵を愛せって言われて、敵を愛せ、ね、だんだんこうね、深刻な感じしますけど、良い行いは隠れてやれ、左手のやったことは右手に知られないようにやりなさい、そして天に富を積みなさいって言われて、天に富を積みなさいって、で最後に思い悩んじゃいけないっていう、思い悩む有名なね、空の鳥を見なさいのとこですけど、明日のことは明日思い悩むんだから思い悩んじゃいけない、で最後の最後は人を裁くなっていう例の、目の中に人の目の中の塵は分かるけどお前の中の丸太は見えとらんだろうっていうような話ですね。でこれは私たちが、まあ、普段からね、もしかしたら気になってることかもしれないけれども、これを実行していかなきゃいけないと。で今のこの世界はどうかというと、この逆なんですよ。この世の中はどんどんこの逆に行ってんです。仲良くしようという方向性じゃなくて対立する方向にある。また勧誘しないという方向には全くないですね。性的なルールがもうなくなって、軽々しく誓うなとイエス様おっしゃったのに、もうそもそも神を恐れない、復讐するなとおっしゃったのに、復讐したければ次第だけしなさいみたいな時代になって、敵を愛しなさいと言われてるのに、いや敵は憎むべきだと教えられる、良い行いは隠れてしなさいと言われてるのに、良い行いを一生懸命みんなに知らせる、天に富を積みなさいとイエス様おっしゃったのに、地上に一生懸命富を積んで、地上に一生懸命富を積んで、80になって5000万持ってて、その5000万を増やそうと思って詐欺でやられるって言うんですね、あんな意味のないことないですよね、まあ、いつも言ってますけど、皆さん地上に富を残して死んじゃいけませんよ、必ず自分の富を死んだ後どうするか遺言に書いててください。貧しい人、困ってる人は福祉やいろいろありますから、それ全部寄付しますと言って遺言を書いて、厚生証書、厚生役場行って書いてね、で思い悩むなと言われてるんですね。でもまあみんな思い悩んでる、みんな思い悩んでる、どうやってこれかどうなるのか思い悩んでる。だから米騒動が起こるんですよ。米騒動ね、私がこの間米がないんでって話を聞いたら、まあ、いろんな方から先生こんなところで米ありましたよとか、これどうしましょうかとかね、すごい心配してくださってね、言ってくださってますけども、まあ、どうやら新米が出始めると大丈夫そうじゃないかなみたいなことではありますが、まあ、皆さん別にその買い占めてないと思いますが、まあ、ちょっとあるとすぐにね、もう心配になる、米なかったらパン食えいいじゃないかと思うんですけどね、米を買うんですね、
うどんでもいいと思うんだけどね。人を裁かないというふうにイエス様は最後の重要なところで言われたのに、今の時代どうですか。裁き合う社会ですよ。クレーム社会ですよ、ね、要するにこの失われた30年、まあ、これそれまでが良かったってわけじゃないけれども、日本はどん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 この神様の思いから離れた国になってるし、日本だけじゃない、世界がそうなんです、ね、だからこそ私たちはこの塩味クリスチャンを売っていかなきゃいけないんです、ね、自ら塩味クリスチャンにならなきゃいけない。塩が必要な時は来ますよ、必ず来る。もうこの国は衰えていくんです。後期少子高齢化進んで、ますます進んで人口減少が加速するんですよ、まあ、今度詳しくお話しますけど、2100年に日本の人口半分ぐらいになるかもしれないです、まあ、そういう方向性にある、まあ、誰もこの国に住みたくないです。結局生まれたくないし住みたくないし、こんないい国なのにね、衰えていくんですね。もうマイナス成長ですから、経済がこれから右肩には絶対上がらないです。はっきり言いますけど、人口が減ってるんだから、社会制度も破綻していくし、人々の不安はますます増大するんです。だからこそね、塩が効力を発揮するんです。これから私たちの時代なんです。皆さん信じてないでしょう。一緒に衰えちゃうかなみたいな、いやいやそうじゃない、これからです。ここからです。ここからね、いや、ここでから塩が効果を発揮しなかったら、この国は本当に終わっちゃうんですよ。日本人は絶対的な真理を持ってないんです。絶対的な真理を持ってないんです。絶対的な真理。これだという、これに寄って立つというものがないんです。だから、不和雷動するんです。こっちがいいと言えばこっち、あっちがいいと言えばあっち。ゆら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 って。火事のない船に乗ってると一緒です。 この間の台風みたいな、今まだいるんでしょ、まだ紀伊半島あたりにいてですね、これ風がないから、ね、風がないから、まさにこの国はね、風のない国ですよ。どこ行くか分かんない、ただなんとなくいいかなと思う方向行ってきてる。私たちは絶対的な真理を持ってる、これだというものを持ってるわけだから、火事を持ってるわけです、風を持ってるわけです。日本人は永遠の命の希望を持ってないんです。だからいたずらに長生きしようとしてる。私たち別に長生きしなくてもいい、立派な復活の庭があるし、まあ、あれは関係ないけど、あれは関係ないけど、ね、行くとこあるわけだから、ね、大田先生も言ってましたけども、ね、天国の門は開いてますと、ね、いつでも来いと、おいでおいでって言ってですね、いつでもいいよ、行くとこ分かってるわけだから、永遠の命の希望を持ってますけど、この国の人たちは誰一人持ってない永遠の命の希望を。だからこの世にしがみつくしかないです。ここが終わりだ、ここで終わりだから。私たちはそうじゃない。で、日本人は神の愛を知らない。絶対的な愛を。十字架によって掲示された絶対的な愛を知らないから、どんどん愛が冷めて批判的になってくるんです。イエス様もおっしゃったけど、この世の終わりのね、印として愛が冷めると。愛が冷めていく、お互いに批判し合っていく、そういう中でこそまさに塩がね、効力を発揮する。で、最後にもう一つ言えることは教会ですね。教会の役割、これちょっとそこのパワーポイントのスライドはなかったんですけども、私たち教会ね、この国が失ったものは共同体です。共同体、もともとこの国は農業国だったから、ね、農村ね、農業国であった時代は農村が共同体だった。そこでお互いに助け合うことができた。で、その後戦後は工業国として会社が共同体だった。でっかい社宅を建てて、その中で、運動会やったり、お祭りやったり、その社宅が共同体だった。今はそういうものが一切ない。ほとんど失われてる。どんどんなくなってる。共同体がないでしょ。共同体がないということは、生きていく困った時に誰に頼るか、誰に助けてもらうか、一緒に喜ぶか、一緒に悲しむか、そういう人がいないということです。
東京都は一人世帯が全ての世帯の中で一番多いんです。半分以上一人世帯、東京に住んでる人は半分以上一人で暮らしてる。共同体も減ったくれもないです。すっごい不安の中にある。私たちは教会があるんですよ、これから教会の時代ですよ、教会は同じ信念をね、同じ信仰を持ってる。それだけなんだけどね、逆に言えばそれだけなんですよ。利害関係一切ないからね、ここに集まったら儲かるとかでもないし、でも同じ信仰を持ってる、同じ信念を持っているっていう集まりで、でおそらく死ぬまでほぼ毎週顔合わせるんですよ。おそらくね、ほぼ毎週。こんな集まりないですよ、親戚だって月年に1回ぐらいしか顔合わせない、葬式の時しか会わないみたいな、ちょっと全然関係ないんですけど、あの実は来月私ですね、50数年ぶりでいとこに会うんです、あの私の母の妹、今大阪にいる妹がいるんですけども、瀬尾さんっていうんですけども、でこの間母の一周忌で、マリコがセッティングしてくれて、そのおばさんとかあと代打夫妻とかうちの嫁さんとかで一緒に飯を食ったんですよ。その時にそのおばさんが、おばさんの一人息子がいるんです、僕のいとこにあたるよしきちゃんっていうんですけど、彼と動画で私を話させてくれたんです。で彼とは小学校時代夏休みの旅、僕も男一人だし彼は一人息子だったから夏休みのたんび行ったり来たりしてずっとよく遊んだんです。でもおそらく僕が中学校になる、なってからは一切連絡してないんです。だから今から50何年前、半世紀以上前、その彼と50何年かぶりで、フェイスタイムで喋ったんですよ、おーみたいな、そう面影あるねみたいなお互いの感じで、それで、なんとですね、彼の趣味がゴルフだったんですよ。それでなんか僕の趣味もゴルフだった話聞いてて、で来月ゴルフすることになったんですよ、で彼の家に泊まって、もう本当50何年ぶりに、会ういとことね、こんなことあるんですけど、テレビに取材してほしいぐらいですけど、大したことないですけど、まあでも親戚なんてそんなもんですよね、もしこのことがなかったらもう彼とはその後一生会わなかったかもしれない。でも教会は違いますよ。教会は、みんな会うんですよ、ここでね、毎週、これ安否確認の会ですから、今となってはね、みんな大丈夫かなみたいなね、でも教会に来れなくね、老人ホームに入りましたって言ったら、みんな元気ですかとか、では会いに行ったりとかするじゃないですか、親戚でもないのに。普通やらないですよ、親戚でもない人のところ訪問行ったりしないですよね、でもこれこそがまさに共同体で、日本が失ったものですね。教会には残ってるんです、だから教会の人間関係、まあ時に面倒くさいです、時に面倒くさい、もうね、あの一人でほっといてほしいのにみたいな時あるけど、でもね、本当に困ったら一人でほっといてもらったら困るんですよ、でこれは互いにケアし合う関係ですよね。もう最近あの LINE がとてもいいですね、教会の LINE がね、あのもう誰かが祈ってくださいってすぐバーッと書き込みがねあってね、あのとてもいいですね、でやっぱりそして私たち教会はただの烏合の衆じゃありません。キリストの体ですから、キリストを頭としてキリストのこの地上舞台として生きてるわけですね。それぞれが役割を担って、小さな役割でもみんな役割を担って共に一つの目標に向かっている。こんな集まりは世界に存在しないし、この国が失ったものがここにはあるんですね。だから私たちクリスチャン一人一人が使用時を取り戻すとともに、この教会がこの国の塩味となっていくことが、私はこれからのね、日本を救うだろうと思う。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味をつけられよう。もはや何の役にも立たず外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。塩味を失っちゃいけませんよ皆さんね、私たち塩味を失っちゃいけません。
それぞれがその場そこでその皆さんのいるところでの塩ですから、今日から塩だと思ってる。塩意識を持たないと、ね、塩ですよ、はい、塩味つけてるんです、ね、塩味つける。私たちが塩味つけなかったらこの国は滅ぶんですよ、ね、まあ、それぐらいの意識が欲しいですね、はい、お祈りしましょう。天の父様、あなた方は地の塩であるとイエス様はおっしゃいました。それぐらい私たちはこの地に存在している意味がある、目的がある、いや私たちはこの地に存在していなければならないとイエス様はおっしゃった。私たち塩気を失っていないだろうか。あなたの弟子としてしっかりと塩味を発揮しているだろうかと今問われております。それぞれの場でもしかすると私たちは塩味を隠していたかもしれない。いや、この国においてキリスト教会は塩味を隠していたかもしれません。でもこれからは本当に私たち一人一人が、そしてこの教会がイエス様から与えられたそのこの塩味を発揮していきたいと願っています。そのことが教会の再生であるし、またこの国の再生につながると私は信じています。どうぞ私たち一人一人を用いてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。